じゃあのまだ質問がございます、2年前と今とでは自分が変わったこと、はい、それとは逆に変わってないなと思っているところありますかと。まあ、外見、内面両方とも。外見はなんか年を取ったらなんかシワだったりそういうのはもうどんどん増えていくのは、まあまあもちろんもちろんそうですよ。で変わってないのはあの自分の口で言うのちょっとあれかもしれないんですけど、まだちょっと子供っぽいそういうなんか、うん、まあ、心というか、はい、なんかあの若い時の、はい、童心って言いますか。ああそうだね、はは童心、はは、うん、なんかそういうのなんかは変わってないんじゃないかなと。なんか自分あの時の自分のね、はは若い時の幼い時の、そうですね。で逆になんかそういうところは大人になりたくないと思うのはもうあり、それで変わってないんじゃないかなと思うんですけ ど変わってるのはやっぱあのこの前 あの記者会見の時も言いましたけど、はい、うん、あの周り、いや今まであの当たり前に僕の周りにいてくれたそういうなんか人たちの大切さ、はい、そういうのがなんか僕のそばにいてくれるのが当たり前、決して当たり前のことではないと、はい、もうな再び改めて感じたというか、そういう大切さに、その重さにですね、もうちょっと感謝しなきゃっていう、そういうところはちょっと変わったんじゃないかなと思います。じゃあその本当に2年間がすごいいい期間でいろいろ考えさせられたよ。はい、はい、もうちょっと堤さんが2年前と変わらずにここにいてくれるのも、2年前はあもうこん なんかふざけるのやめましょうゴールドミッションでね。そうですね、言ってたよ。たまにまたそういう撮影があるとまた同じことが言うかもしれないですけど全然いいですよ。だけど僕はそれをこう受け止める仕事ですから。ですね。だけど、今みたいになんか一緒になんかいてくれるのだけでもすごく感謝。いやいや僕もです、ありがとうございます。この服装はちょっとあれなんですけどやめてほしいんですけど、あとですね、まあ、質問もいろいろあるんですけれども、はい、自分自身に、はい、新たな発見とかはありましたかと。発見、自分にはこんな面があるんだって気づいたっていう、こんな面があるか。あ、最近もっとより、うん、あのちょっとつまんない変、まあ、ファンの皆さんにはちょっとつまんない変化だなと思うかもしれないですけど、ないよ。でもあの本を読むこととか新聞を読むこととか、はい、もっとあのニュースを、うん、なんか見るようになったっていうのとか、はい、でまたあのより昔はあちょっともういいや今日はやめると思ってなんか書かなかったそういう日記とかそういうなんか地道にもっとできることにもと、はあ、ちゃんと もうやるようになったっていうか、はあ、あそうですか、はいはいはい、さあまだ質問があるんです、はい、もう一つ、はい、2年間で改めて気づかされた、ささやかな幸せとは何でしょうかという質問でございます。あしみじみ、幸せだなって感じる時、これはあのきっとあの特に韓国の男たちはみんな、うん、そうですっていうなんかあるあるをじゃあちょっと聞かせてくださいよ。うなずいてくれると思うんですけど、なんか自分の部屋にあるベッドでなんか横になれるっていうそういう幸せもうこれはもう韓国の男たちのあるある、はい、それはもう言葉にできないです。最高、もう最高っていうか、あこんな幸せ、いやさっきも言いましたが、うん、当たり前なことが、ああこんななんかちょっと幸せなことだったんだ。なるほど、はいはいはい、本当にだからいろんなところにこう気づかされる2年間だったっていう、はい、何もしなくてあの家でぼーっとするそういう時間もすごく、あなんかリラックスできる、なんか、はあ、幸せだなつってそういうあのなんか小さいことにですね、うん、そういうあのそういうところにあの幸福を感じるようになったというか、はい、韓国の男の人いいですね、わかると思います。あるあるね、はいはい、いやいいじゃないですか。そういうところはちょっと昔と比べてちょっとなんか大人になったんじゃないかなと